チャオ、あっちゃんです。今日も前回前々回に引き続き、ポジティブになるために実践し、12個の実践したらポジティブになれるよっていうことのお話の続き第3弾目、多分これで締められると思うんだけどね、お話していきたいと思います。前回9個目まで行ったから10個目、いきましょう。小さな成功を積むっていうこと、やっぱり失敗体験をすると、なんていうのかな、やっぱりへこむ、ネガティブになる、当たり前のことです。でも成功体験することでポジティブになれる。だ、大きな賞、何が大きな賞やろ、分からへんねん。例えがね、例えば言ったら、今ふっと思いついたのが年末やからレコード大賞、取れる、年に、一度のレコード大賞を取る。じゃあレコード大賞を取って、幸せになれるかな。確かにその時幸せね。うわ、レコード大賞取れた、じゃあこれで日本一の歌手になれるって思う、ポジティブになれるんでしょ、成功したら。世界で一番すごい人って何やろ、分からない。ノーベル賞とか取ったら、ノーベル賞の博士とかすごいなってなれるやんか。でも、去年、一昨年のノーベル賞取った人誰ですか。知らんよね。あっちゃんも知らんよ、そんな。その時はね、なんとか博士とかで知ってるけど、もう知らんよ。その人ほんまに幸せかな、今。わからへん。幸せかもわからへんけど、知らん。でもそんなことよりもね、小さな成功、をしても、自分の頭の中ではね、大きな成功しようが、小さい成功しようが一緒やねんって。だから、何やろ。ルービックキューブ、6面完成した、やったーっていうのと、今まで世界にかつてない青色 LED を発明した、うわすごいっていう発明の思考と同じらしいね。世の中、iPS 細胞を作った人もね、とか一緒らしいね。それは何かって言ったらね、成功っていう体験を自分の心の中に刻み込むんだよね。でなったら大きな成功一つするよりちっちゃい成功100個した方がいいね。だ、小さい成功って何やねんって言ったらね、ちょっとしたこと、他人にお箸を、言ったら一緒にご飯と食べに行ってお箸を取ってあげる、割り箸を割ってあげる、焼肉の時にも焼けたやつを鶏だれに取ってあげるとか、そういうちょっとした気配り、あと、困っている人の荷物を持ってあげるとか、それだけでありがとうって言ってもらえるやんか。ありがとうっても言ってもらえたら感謝されてんね、一つの成功体験やね。だから青色 LED 作ったことによって、青色 LED を使う人にはありがとうって言われてんねんね。iPS 細胞を作ったことによって病気で苦しんでる人にありがとうって言ってもらえる、ね、そのありがとうが成功体験やねんね。だからちょっとしたこと、ちょっと頭痛すんねん、じゃあポケットにあげたらあかんのかな頭痛薬あるから入って渡してあげたらありがとうって言ってくれるね。薬はあげたらあかんのかな。はい、それはちょっとごめんなさい、変な例えでした。はい、じゃあ喉乾いてる人にペットボトル1本飲む、疲れてるのがね、缶コーヒー1本あげて飲む、ありがとう、それだけでもいいね。そういうありがとうを積むこと、もっと簡単なこと言ったらレジキーパンチャーね、お金はいなんぼですってコミュニティにお客さんにありがとうって言われたらちょっと嬉しいでしょ、そういうほっこりした体験が成功の一つやね。それとノーベル賞を取ることと同じやねんで、脳の中では、だから1個のノーベル賞を取るよりそういう100個のありがとうを重ねた方がいい。逆に言ったらノーベル賞を取った人に、あっちゃんね、ノーベル賞を取った、去年、一昨年ノーベル賞を取った人の名前すら知らんし、その人にありがとうなんて思えることもないし、思ったこともない。でも、やっぱり道端でね、あっちゃんの前の、家の前のところにゴミ拾ってくれた人がありがとうって言うやんか。その人毎日、うちの前のところね、通りしなにね、なんか笑顔にこってくれただけで嬉しい。っていうことは、その人に対する感謝っていうのがあるから、100個の感謝されるのと1個の大きな感謝やったら100個の大きな感謝する方がされる方がすごいいいねんね。で、感謝されることによって心ってポジティブになるね。だから、小さい成功でもええから、いっぱいのありがとうをもらうことによって成功体験を積むことって大事だと思うね。すごいポジティブになれんねん、これって。やってみてください。はい、だから人にこう尽くすっていうこと。人に尽くす。情けは人のためならず。でね、情けをかけることによって人のためじゃなく自分のために返ってくるんだよっていうことでね、そういう感じにやっぱ人にこう貢献することってすごいいいことなんで、ぜひやってみてください。はい、で次11個目、お世辞でも他人のことを褒める。人を褒めることってすごいいいことがあんねんね。
で、ね、褒められ、何がいいこと言ったら褒められた人が喜ぶ。っていうのはもうもちろんね。それだけちゃうね。何か言ったら、自分の脳の中でね、他人褒めることで、自分が褒められた時と同じ反応するねて、脳って。これもね、脳なんとか研究の人が言っててんけども、人を褒めることによって、自分の脳の中で自分が褒められたと同じ錯覚を起こすね。じゃあ逆はどうですか？人のことにひどいことを言うことによって、自分がひどいことを言われたと同じことを思って、その時ひどいことを言ってやった、やったって思ってる中でも、頭の中では人にひどいことを言われたっていうのと同じ感覚が培われていくね。だからひどいことを言う人って、なんぼでも人のひどいことを言うのにエスカレートするでしょ？何かって言ったら自分が言われてんのと一緒から、脳の中では言われたのと同じになってきて、なんぼでも人をこう罵倒しようとするね。ほんで罵倒することによって、また自分が罵倒されんね。だから罵倒されるから、またひどくなってきて、エスカレートしていって、ひどい人はひどく変わっていく。顔つきまでひどくなってくる。でも、人のことを一生懸命褒め、お世辞でもいいから褒めとる人っていうのは、笑顔で褒めていくことによって、自分も褒められた感覚になって、なんかすごく気持ちよくなるんだよね。これがポジティブになれること。だから人にひどいことを言う人って大体ネガティブな人が多い。人のことを褒められる人、ね、はやっぱりポジティブな人が多い。だから人を褒める。嘘でもいいし、何でもいい。だからコンビニでもいいし、ありがとう。で、ね、道を譲ってくれた人にでもありがとう。手あげる。ピでもいいし、ウインカーカチカチでもいい。それせえへん人多いよね。うん。だからそういう人って結構ネガティブな人が多い。そういう人に限って人のひどいこと言う人って多いねん、結構やっぱり。うん。で、コンビニでもさえねん、お金バーンぶち投げていく人ってひどい人って言ってる。そうかと思ったら、ありがとう言うてちゃんとお金を出してくれる人もいてる。その人ってやっぱりポジティブかネガティブ分かるよね。うん、そうなっていくね。だから、ね、人を褒められへん人、人にひどいこと言う人って大体ネガティブな人が多い。だからそれはネガティブやからそうなんのか、そんなことしてるからネガティブになるのか、それは分からへんけども、それやったらポジティブにね、の方が絶対いいねし、できるとき楽やねんから、人を嘘でもいいから褒めてみましょう。それで、ね、いいことって起こる。一回二回で分かる。それ、ね、何日も何日も続けることによって、自分の心、頭の中が勝手な錯覚を起こして、褒められてる錯覚になって、自分も明るくなれるんです。はい。で、最後。最後じゃない。これ、ここそうそう、結構長い目に書いて、もっとね、の反応この反応ね、難しかったから書いたんだけど、ミラーニューロンって呼ばれてて、ミラーニューロンによって人間は他人の痛みを共感したり喜びを分かち合うことができねって、だから他人から、褒められて悪い気する人っていてないよ ね。で逆に他人にひどいこと言われて喜ぶ人っていてないよね、うん、だからそれはお世辞でも嘘でも何でもええから友達とか家族を褒めてみよう。褒めることによって自分の頭、ミラーニューロンっていうね、効果で、ミラーニューロン効果って言って、自分がミラーリングされて、人を褒めることによって自分が褒められて気持ちよくなって、いい気持ちになれる。うん、だから、ひどい言葉を吐いて、だからあちゃん昔は言ってたんやけど、ポジティブワード、ネガティブワードを吐かずにポジティブワードを吐きましょうって、ポジティブな言葉を吐いてると自分の心もポジティブになる、ネガティブな言葉を言うとネガティブになる。だから地獄言葉やめましょうって言ってたのはそこやねんけども、だから、別に人から吐かれて嫌なことでも自分が人に吐かへんかったらいいだけのこと。それは吐いちゃダメだよって誰も言ってくれへん。でも、吐かへんことによって、人を褒めることによって自分がプラスになっていく。自分から自分で地獄に入りたかった地獄言葉使ったらいい。ネガティブになりたかったらネガティブワードを使ったらいい。人に、ひどいことされたかったらひどい言葉を吐いて人を罵倒すればいい。そしたら自分も罵倒されるから。で、自分も罵倒された気分になって嫌な気分になれるから、なりたい人はそうすればいいってだけのことで。だから、そうじゃなく、自分でやっぱいい言葉を言う。だから、あっちゃんもこうやって動画撮って、プラスなことを言ってる動画を撮ってる時ってすごく気持ちいいねんね。でも、マイナスな動画撮ってる時って嫌な気分になりながら撮ってんねん。だから、顔つきもだんだん険しくなっていくんだけど、こういうお話してるとすごく穏やかな気持ちになれるしね。だから、人のためにと思ってやってると、いいことが起こってくるし、人を褒めることすごくいいんです。はい。そういうことです。だからね、人を褒めてみるっていうのはいいことだよってあっちゃん思います。はい。で、最後、12個目。嘘。嘘もね、100回言ったら本当になるって言われてるけどね。うん。だから、嘘も100回言ってみること。これよう言われるやん。嘘100回言ったら嘘、ほんまになるって言われてるけど、これ何かって言ったら、他人がそう思う。何やろ。いろんな人に嘘をつきます。私金持ちです。で、
言い触れたら、あの人金持ちなんやなって思われるから嘘ついて、それも嘘やって言われても何回も何回もそれ見せたらほんまに金持ちなんやって信じてくれるってことじゃないねん。そうじゃなく自分人に言うことによって自分の脳の中でも変換されて、嘘ばっかりついてたらそれが嘘が自分の中でほんまに思えてくんねんね。うん、それが何が良くないって言われる、良くないんじゃない、それいいことやねん。人を騙すには、他人を騙すには味方からっていう言葉があったりね。うん、なんやけども、マイク・タイソン、これあっちゃん何回も用意してんだけど、マイク・タイソンってボクサーがいてんだけども、最近、まあ、昔の人、ちょっと昔の人は知ってると思うんだけど、背がちっちゃいね、確かにごっついね、ビーストみたいな、ちょっと何だろうな、怪獣っていうか出場してやね、背ちっちゃいね。で他のヘビー級で出てんだけど、ヘビー級ボクサーごっついね、でごっつい人怖いね、やっぱり怖いからどうしようかな。だけどその人はマイク・タイソンってすごいね、もう数秒瞬殺しようね、一発のヘビー級パンチバスーンやって相手 KO しようね。それ何かって鏡見ながら、うん、I'm a champion、I'm strong 言うねって、自分は強いよ、自分はチャンピオン、誰にも負けへんって、鏡に一生懸命自分に自己暗示かけんね、自分に嘘つくね、でお前は強いんだ、お前は強いんだって言い聞かすねんって。でリング上がる前やで、でリングその自分に言い聞かして、鏡の自分に言い聞かして、その勢いで出てバーン一発パンチで KO するよね。だから KO、ボクシングって何ラウンドかある中の1ラウンド、1ラウンドの10秒ぐらいで相手 KO させてボクシング終わってもうて何億って稼いでいく人もいる、ね、うん、でもすごい怖がりやねんって。だから怖いから自分に嘘ついて自分を騙して強くさせねって、そういうね、効果があるって、それも効果があるって、心理学者が言っててんけども、うん、それと一緒でね、自分にも自分を騙すことによって、必要以上、自分の力以上の力って出るらしいねんね、うん、だからそこのとこで、これも実験されててんけど、全くの無罪の人にお前がやったんやろって、お前がやったんやろ、お前がやったんやろ、お前がやったんやろって言い続けてたら、はい、やりました、ごめんなさいって言うらしい。人間って言われたら言われたら、それがほんまになってる。それが、もうしつこいからごめんなさいって言うんじゃなく、ほんまにそう思えてくんねんて。はい、私がやりました。実はこういう方法で首を絞めて、こうやって殺して、どこそこ埋めましたって言うらしいね。そう自分の中で、自分がそう犯罪者になってしまうねんて。うん、それと一緒で、やっぱ嘘も100回言ったらそうなんでって、人間の記憶ってそんな曖昧なもんやねんて、うん、だから逆に言うたらね、うん、ね、あなたは明るいね、あなたはポジティブだねってね、一回ね、実験やってみて、家族でもいいし、同僚でもいいし、嫌な上司でもいい、いや、いつも明るいですね、本当、なんていうかな、そういうバイタリティで、私元気もらってるんです、頑張れます、ありがとうございます、毎日言ってみて、部長めちゃくちゃポジティブになっていい人に変わるよそんなもんやねんて、うん、だから、だから逆に言うと友達にね、友達に、あ、そう、お金払ってね、その人に焼肉をおごってあげて、うん、これから焼肉をおごる代わりに1ヶ月間毎日私のことを、うん、毎日朝、朝昼晩でも、朝でも晩でも、1日1回でもいいや、電話してきてって、うん、ね、うん、何々さん、いつも明るいですね、いつも明るいよね、いつもポジティブやねっていうセリフを毎日欠かさず言ってって言って頼んでみて、1ヶ月後にすごくポジティブになってるかららしいよ。そんな心理やねって、うん、それが騙されたもんでやってみって、うん、そんな感じに、ね、明るいねって自分にすり込むねんて。だから自分朝起きて、モーニングルーティーン、やねんけども、うん、もう鏡見ながら笑顔で、今日も元気なあっちゃん、今日も行きましょうみたいな感じでやると、ポジティブになるね。だからあっちゃん朝のね、動画、朝ごはん動画、いつも朝ごはん動画、時間バラバラやけども、撮るときにカメラ見て撮るでしょ、これカメラね、カメラを見ながら、チャオあっちゃんです、今日も元気なあっちゃんです、今日のあっちゃんの朝ごはんこれ食べます、うわーおいしいってやってたら、あっちゃんめちゃくちゃ元気になるねって。これからちょっとそれをやっていこう。だから多分鏡見ながら、今日の白米おいしい、幸せ言ってるから、気分がすごい幸せになってるのもね。だから YouTube 始めた頃ってどんよりあっちゃんやねん、正直。それが今のあっちゃんすごく充実してて幸せやねん、正直、ほんまに。うん、で、なんやかんや言って暴れてガタガタやったりしてるけども、うん、アンチがクソうんことかうんちとか言ってるけども、幸せやねん、実は、うん。幸せやからこそ動画を続けられねん。これあっちゃん不幸やったら動画やめてます。はい。幸せです。何かっていうと、鏡に向かって、鏡、まあカメラがあって、ここにモニターあるんだけど、モニターに映ってるあっちゃんと話してて、うん、今日は幸せ、これ美味しい、幸せ、うわ、今日の料理美味しい、あっちゃん天才とか言ってるけども、それ、自分にも言い聞かせてるから、それを言い聞かせながら、それを見てくれてる
あの画面の向こうのみんなもあっちゃんの幸せを受け取ってくれてて幸せになってくれてる人いてる。でもそれをネガティブな、ね、こう壁を作ってネガティブ、あもうこいつなんやねん、もう何があっちゃんやねん、ええ年越えてもなほんなおしやがって暴言もう見るかこんなもんって言いながら見とる人には入らへんかもわからへん。でもあっちゃんのやつ見て元気だから、そう現にね、摂食障害で食べられへんだ人があっちゃん動画見て食べられるっていうのはこの効果やってあっちゃん思ってんねん。だからあっちゃんは正直 何食べても美味しく食べてるから、なんか見てたら食べたくなるっていうのもね、その効果やと思うね。だからあっちゃんこうやって、あ今日はあっちゃん朝からお腹減ってるし、別に食べたくないねんけど朝パン食べます、まずまずいけど食べな仕方ないねん、うん、でも食べへんかったら死んでまうから朝飯食べなあかんねん、しゃあないねん、うん、みんなも食べや、誰が食べたなんねん、そんな動画。そうでしょ、そうじゃなく、うわー美味しい、これ美味しいよ、あよかったら食べてみてとか言ったらなんか食べたくなるでしょ。朝ごはん食べへん人でも食べようかなって気になるでしょ。そうやって人を騙すんじゃなく自分の脳の中でそうやって変換すんねん。だからそれを取ってくれた人は自分が今食べることが困難やねんけども、あっちゃんが一生懸命食べてる姿を見て自分も食べてみたいなって気持ちになったってことは、自分がポジティブに食べようっていう気持ちになってん、あっちゃんがポジティブにしたんちゃうねん。それを受け取ってくれた人が自分がポジティブになれてんね。だからそれを生かすことで自分に言い聞かせて、そういったこの鏡に自分も食べるときにあっちゃんの動画見ながら、あっちゃんのポジティブな食べてるところを見ながらポジティブになってくれてもいいし、自分もポジティブな自分を感じながら、あ自分今日食べられてる、いや食べられへんかったのに食べられてる、いやこれすごいことやん、自分偉いって思ったらいいねん。そうやって自分をポジティブにしていくことで人間ポジティブになれるんちゃうかなと思いました。ということで12個の、ポジティブになる技、この12個全て実践してくれたら、1ヶ月後2ヶ月後必ず一歩でも、ま、2歩でも前に出てるとあっちゃんは思ってます。そんな感じなんで、あっちゃんがね信じられへんっていう人でも、このことだけは一回やってみてください。やると、多分、おそらく、いや、絶対、幸せに近づいてるはずです。ポジティブには慣れてるはずです。ポジティブになって損はないです。うん、だからって、ネガティブを捨てる必要はないです。ネガティブが普通なんです。最初に言った、一回目、一番最初に言った通り、ネガティブで普通やねん。だから、普通で何が悪いねん。だからこそ、ちょっとでもポジティブになったり、だから、貧乏で何が悪いねん。ちょっとでも金持ちになったらちょっとでもいいねん、別に大金持ちにならねん、ちょっとでも今日いつもよりも100円でも余計にあったら、100円やったらうまい棒10本食べられんねんって思えたらええねん。だからちょっとでもポジティブになれたらええねん。だからちょっとでもポジティブになるためにこの12個ぜひ実践してみてください。あっちゃんはみんなが幸せになることを望んでます。ということで、あっちゃんねる見てくれてありがとうございました。あっちゃんはみんなが幸せになることをね、やっぱり一番に願いを込めてこういう動画を撮ってます。だからみんなが幸せになってほしいんです。ということで、時々ひどいこともやります。人を、落とし入れはせへんけども、人に嫌な気持ちを与える時もあります。でもそれも、あっちゃんはみんなに対する幸せになってもらいたい気持ちからの裏返しっていうか、ね。何でもかんでも成功法ではいかへん。だから時々そういう暴れることもやって、波風立てへんかったらやっぱ幸せってつかまれへん、うん、だからただ単にクラゲのまま普通のまんまでいてると普通のまま終わってしまう、もうしまいます。だから普通から脱するためには時々そういう、反対エネルギーも必要な時もあるんだけども、まずポジティブになっていろんなことを受け入れていくことが大事やと思ってます。はい、ということでちょっと宗教チックなあっちゃん動画、最近こういうのも多いけども、これからもこういうのを撮っていきたいと思います。あっちゃんは、教祖様になりましょうぐらいほんまにね、みんなの教祖であって、あっちゃん信仰してたらなんか幸せになれんねん、それでいいと思うねん。もともとそうやと思うねん。これまた違う風にしようかね、信仰っていうのはそうやと思う。まあちょっと言うとこ今日ついでやし、信仰ってその前と思うね、物信仰、仏様、要はもうその辺におっとった木拾ってきて、どこどのおっさんがゴリゴリ掘った仏像みたいな、人間の形みたいな掘ったものに一生懸命手合わせてありがとうございます言うてんのと一緒やねんね、うん、言うたら偶像崇拝やね、何にもないのも崇拝してんね、神さんなんか、うん、でもそれでいいねん。だからそうやってあっちゃんのこと崇拝してくれて幸せになれんだったら幸せになったらいいやん。それだけのことやねん。あっちゃんはみんなを幸せにするなんてことできへんと思うね。ただ、幸せになってもらいたいからいろんなことは言える。いろんなこと喋れる。喋るしかできへん。今言えば動画やからね。動画でこうやってみんなに配信しかできへんけども、このあっちゃんの配信を受け取って、ちょっとでも幸せになってくれたら嬉しい。
うん、だからそんなんで、あっちゃんはみんなが幸せになってもらえるようなネタをいっぱい提供していくようにするんで、それを受け取って自分なりに幸せをつかんでください。それがあっちゃんの望みです。はい、ということで、あっちゃん、これからもあっちゃんねるでいろんなお話していきたいと思います。まあ、将来競争様になれるように頑張っていきたいと思います。では、またね。いらんこと言ったらほんまに競争や言われるわ。